はい、今回はですね、いつの間に育成の動画パート2となってまして、前回の動画の続きみたいな感じにはなってるので、まあそちら見てない方いれば概要欄に貼っておくので、そちらを見てからパート2を見てもらいたいです。はい、まずですね、前回の動画の最初にも話したんですけど、いつの間に育成についてですが、ポケモンの所持数マックスが溢れた木の実分のエナジーの数値がここに出てますと。いう中で、いつ育中は食材を拾ってきて捨てられた判定になってるのかっていうところと、拾ってこなくなって木の実だけ判定になってるのかっていう説がある中で、食材は拾ってこなくなって木の実だけ判定になってると思われますという言い方したんですけど、まあ、動画出すならもっと検証しまくって確定情報を出せというコメントもありまして、まあ、それはまあ確かにそうだなとは思うんですけど、僕が検証した中で、まあ間違えてる、見逃してるポイントもあるかもしれないっていうのと、あと僕が検証した時、もう奇跡的に食材は拾ってこなくて木の実だけ拾ってきたっていう最悪のケースっていうのも想定してこういう言い方はさせてもらいました。で、実際に検証もしたのかっていうところも、コメントもあったんですけど、検証はしてるので、今回はその検証をどうやってやったかっていうところと実際の計算、ポケモン4匹分は出そうと思います。今回は4匹分しか出さないんですけど、今まで僕も計算はやってきてまして、ただここを動画化するとは思わずに、ちょっと過去のデータっていうのは残してないです。なんですけど、今までは木の実だけ判定になってるという結果にはなってます。まあ、ややこしすぎる計算式をポケスリの動画で出すのは、なんか逆に良くないかなと思って、そっちはそっちでなんか突っ込まれるのかなと思って出してなかったんですけど、今回はですね、それ出そうと思うんで、まあ、もし気になる方いれば見てみてください。はい、ではですね、いつの間に育成中に木の実だけになってるかの検証方法になりますが、完全独自の計算方法となっておりまして、どこ調べてもこんな計算式載ってないです。なんで、まあ、合ってるとは思ってやってるんですけど、突っ込みどころあれば突っ込んでください。はい、よろしくお願いします。今回の検証は4時間放置ですね。朝8時から12時半となってまして、元気がですね、途中で変わってしまうとややこしいんで、朝8時半にログインしてニンフィアの元気オーラ発動させて12時半まで 81% 以上の元気をキープしていることは確認済みです。で、4時間のデータがこれになります。でですね、お手伝い1回分のエナジー量をまず出します。これは木の実だけで出してます。で、木の実っていうのはレベル補正がありまして、レベルが上がるにつれて木の実1個分のエナジー量っていうところが上がってきます。これは調べたら出てくるんですけど、まあ、そこの木の実の1個分かける適正木の実の島であれば2倍ですよね。で、それかける、フィールドボーナスありますよね。島のフィールドボーナス。それが今若草本堂にいて 50% アップなんで 1.5 倍としてます。で、さらに個数ですね。木の実の数。まあ、普通に木の実タイプだったら2個。木の実の数 S あれば3個。食材タイプであれば1個という感じです。まあ、あとでちゃんとした計算式も出すんですけど、もう一つがお手伝い時間計算ということで、表示されてるポケモンの、画面に表示されてるお手伝い時間より元気効率が上がればさらに上がるっていうのは知ってる方多いと思うんですけど、元気効率 80% 以上であれば 2.2 倍で効率動いてくれるということで、表示お手伝い時間かける 2.2 倍かけるというか、実際は割り算してるんですけど 2.2 倍と、あとキャンプチケットでお手伝いスピードが上がるんですよね。 1.2 倍ということで、それも考慮して、お手伝い時間っていうのも1回のお手伝い時間ですねっていうのも出してます。で、検証の計算についてはこの獲得エナジーですね、4時間分この獲得エナジー、ライチュウだとしたら 14,652 割るお手伝い1回分のエナジーをすることによって、お手伝いを何回分したかっていうところが出てくると思います。その何回分かしたかっていうところ、何回分お手伝いしたかっていうところと、お手伝い時間をかけると、その稼いだエナジーは何時間分の、エナジーなのかっていう、何時間っていう数値が出てきます。なんで、そこの数値が4時間とほぼ同じになっていれば、4時間ずっと木の実を稼いでき続けたということになると思います。いや、めちゃくちゃややこしくて申し訳ないですね。本当に動画化には向いてない内容にはなるのかと思うんですけど、ログアウトしていた時間と、まあ、そこが同等になるかっていうところで、お手伝いの終了タイミングにも、誤差があると思うので、そこら辺でちょっとここの何時間って出てきた
のは4時間ぴったりになるかって言われるとそうではないです。けど大体の値は出るとは思ってます。ここがですね、稼いだエナジーが何時間分かっていうところで3時間っていう答えが出るとしたら、1時間分は食材を拾ってきて何もしてない時間があったということになります。ややこしくて本当に申し訳ないです。はい、そしてですね、例として、今回の4時間放置したライチュウの計算式を出しています。ライチュウはレベル45レベルで木の実の数 S を持っています。で、ライチュウの、ウブの実ですね、がレベル45だと1個74エナジー稼ぎます。かける2っていうのは、適正木の実なんですよね、今週が。ウブの実が。なんで、適正木の実なのでかける2して、1.5 はフィールドボーナス 50% アップなんで 1.5 かける木の実の数 S なので、木の実3個分かけて666エナジーということで、これがお手伝い1回分で稼ぐエナジー量となってます。で、次にですね、お手伝い時間計算というところなんですけど、表示されてる時間を秒に直すと1805秒となってます。ライチュウに関しては、僕のライチュウはですけどね。で、そこで元気効率 2.2 倍なんで、お手伝い時間を出すとすれば割ればいいと思うので割り算しています。さらにですね、キャンプチケット 1.2 倍なんで、それも考慮して、実際のお手伝い時間は 683.7 秒ということで、こういう計算したら、まあ大体死者誤入されてそうな数値が出たんで、死者誤入して684秒としてます。そしてですね、獲得したこのエナジーですね、14,652 割る1回分のエナジー、666エナジーをすると、何回分の、お手伝いしたかっていうところが出るんですけど、そこの数値かける、お手伝い時間っていうことをすると、その今回稼いだエナジーが何時間分のエナジー量だったかというところが出ます。これは秒なんですけど、時間に換算すると4時間10分分のエナジー量を稼いだということになるので、ほぼフルで4時間木の実を稼いだという結果になると思います。はい。次にですね、ゴローニャにはなります。食材タイプなんで、そしてですね、僕のゴローニャは、食材確率アップ M も持ってます。なんで、かなりの確率で食材は基本的には拾ってくるので、食材を拾ってきたハンデになってるとしたら、相当ね、獲得するエナジー量は少ないと思います。こう見ると少ないんですけどね。1472稼いでくれてます。こちらもですね、ゴローニャはお盆の実なんで、レベル30のお盆の実は1つ61となります。で、フィールドボーナスで今回若草本島 1.5 倍で 91.5 となりまして、死者誤入して92エナジーを稼いでくれます。だいたいここは死者誤入されるのは確認しました。で、92エナジーを1つ、木の実1つなんで、お手伝い1回分のエナジーが92エナジーとなっております。で、お手伝い時間の計算をしていくと2628秒でした。秒に換算すると。なんでそれを時間効率とキャンプチケット効率を考慮すると995秒で1つの1回のお手伝い時間が終わるということになりまして、今回稼いできた1472エナジーを、1回分のエナジーで割ることによって、お手伝い回数を出します。その回数にお手伝い時間を995秒かけると、今回の獲得したエナジーが、何時間分のお手伝いだったかということが出るんですが、それを時間換算すると4時間25分分のエナジーを稼いでくれたという結果になりました。なんで特注でですね、半分くらい食材を拾ってきて捨ててる時間があったとしたら、これはですね、2時間分くらいの結果が出ると思うんですけど、4時間ずっと木の実を拾ってきた結果が1472となってるということなんで、4時間放置した中ではもう確実に木の実だけ拾ってきてると見て間違いないとは思っています。他のですね、表示されてたトドゼルガやカメックスについても計算式は出してますが、4時間20分分のエナジー量とカメックスに関しては4時間13分分の木の実エナジー量という結果が出てるんで、すべてですね、4時間オーバーしてますね。なんで食材を拾ってくる判定になってたら、4時間以下のエナジー量になるはずだと思います。まあその分ですね、木の実を拾ってきてないということなんで、何時間分の
木の実エナジーかっていうところでは、ここに出てくる表示時間は少なくなってくると思います。なんで食材タイプのゴローニャ、カメックス、実際使ってる人ならわかると思うんですけど、かなりの食材確率ですよね。なんでそのポケモンでさえも4時間フルで木の実を拾った数値となってます。なんで4体とも元気マックスで4時間動いてくれてて、食材を誰も拾ってきてないような数値が出てるっていうことは、まあそうそう可能性はないと思われます。はい、もう 100% とはなかなか言えないですけど思われます。まあこういうのをですね、何回か自分の中でやって、まあ、木の実だけ拾ってきてるなっていうのは認識はしてます。ですが、まあちょっと僕が見逃してるポイント等もあるのかなっていうところと、まあ、もしくは食材を本当に拾ってこなかったっていう可能性も考慮して、そうですね、確定でという言い方はしてなかったです。以上ですね、検証内容になりました。一応まとめにはなるんですけど、いつ行く中は木の実だけでもうほぼ確定と思います。まあちょっともうここのこの言い方で統一させてください。はい、まあ、僕がちょっと見逃してるポイントとかもあると思いますし、あとですね、検証の計算方法についてもまあ、もう一通りくらいはあるんですよね。お手伝い時間じゃないや、その4時間から、実際の1回分のお手伝い時間で割っていって、1回分のお手伝い時間のエナジー量を出していくみたいのも考えたんですけど、個人的には時間を出していく、いって実際に放置した時間と同等かっていうところが分かりやすいかなと思ったんで、今回これにしています。で、木の実タイプは所持数マックスで睡眠に入るとすぐにですね、いつ行く状態となりまして、エナジーはすごく稼げると思います。こちらですけど、実際に昨日、ライチュウが所持数マックス状態で睡眠に入った状態なんですが、まあ、こんな感じになってますね。もう凄まじいエナジー量。ということで、木の実タイプは所持数マックスで睡眠に入るのはありかなと思います。ただですね、165時間かな。そこら辺まで放置すると、エナジー稼げなくなるっていう情報もあるので、放置しすぎも、良くないみたいですね。はい。で、スキルはタップして回収しないことで、木の実とかを回収しないことで1回は発動できるようなんですが、まあ、それ以降はですね、所持数マックス状態をキープするということになるので、スキルの抽選判定はないと思います。なのでそれ以降は発動しないっていうことになると思うので、まあ、そこら辺は、注意かなと思います。やっぱりスキルの発動を捨てて、いつ行くの、木の実エナジーで稼いでいくっていう感じにはなると思うので、まあ、どちらを取るかということになってくるとは思います。こちらもですね、ちょっとまたやってみようかなとは思っています。そしてですね、他にも検証しようかなと思っている内容もありますので、まあ、それについてはまた動画にしていこうかなと思っているので、よければチャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。まあ、今回の動画もですね、まあちょっと内容なんで、またいろいろ突っ込まれたりする可能性もありますし、ちょっと攻めた内容にはなるんですけどね。まあこういう動画結構勇気もいるんですけどね。はい。まあもしよければチャンネル登録、高評価通してもらえると気持ちがちょっと楽になります。よろしくお願いします。ではこれで終わろうと思います。